はい、やってきました。あ、出ていいんだったら全然、はい、もうやったー、はい、キャッチボールしてただけ。キャッチボールどうだよ、始まりました、もてつちゃんです。さあ、今回なんですけども、慶応ニューヨーク校に来ておりまして、学院長辰巳学院長とお呼びすればいいですかね。どうぞ。はい、まさか来れるとは思ってませんでしたけど、いや、ようこそ。あ、ありがとうございます。と、僕は慶応義塾大学文学部英米文学専攻時代の米文学史、ね、そうです、はい、担当していただいた先生なので、お久しぶりでございます。いや、久しぶりです。先ほども同期たちの、ね、使えない話をいっぱいしましたけど、こんな風になってたんですねみたいなのをたくさんしたんですが、当時は米文学史があって、英文学史があって、現代英語学があって、そう大変だったし、みんなこんな分厚いねアンソロジーを相手にするんだから、ね、本当に大変でした ね、 ね。あ、でもアメリカの大学にね、留学すれば1週間1000ページっていうアサインメント出ますから、はいはい、それに比べれば楽だったんじゃないと思いますけど、うん、慶応の英米文学専攻はまあえぐいっていう、えぐいね、本当にえぐかったです。評判ですからね、はい、2年次3年次4年次1個ずつ取っていく人が多かったですからね、そうそうそう、必修全部同時は無理だろう、無理だっていうぐらい、がもうテストの時みんなで集まって、過去に出た問題を、過去もね、まあ、僕1年ずつ取ってったんですけど、米文学を一番最初に取りました。あ、そうですか、はい、うん、一番最初に取れそうだって、はい、一番最初に取ったのは米文学でした。就任されたばかり、ね、ばかりです、はい、あの今年2022年の元旦に就任す、すごいですね、ということで、だからまだ半年とちょっとっていう感じですけど、うんうん、慶応義塾ニューヨーク学院は人生初の管理職ですから、やっぱり覚えることがたくさんあってですね、やっぱり敏腕なスタッフに鍛えられてると、もうなんか1年ぐらいいたような気になってますね。同じゼミの方でしたから、そう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 学院長も寮で、寮で本当に一緒に暮らしてるんですね、生徒さんと、ね、オンキャンパスのね、はい、すごい、学院長の部屋を取れるなんて、なんてか、すごい、すごい、前代未聞じゃないの。ドミトリーですね。ドミトリーのことを、一応ここではハウスっていう。あ、なるほど。K ハウス、E ハウス、I ハウス、O ハウス、N ハウス、Y ハウス。それで、頭文字取ると KONY になって。生徒たちがいるところにいたので、びっくりしました。そしていろいろと質問を、この慶応ニューヨーク校っていうのはどういうふうにできたんですか。これ1990年にできたんですね、はい、まあ、当時の塾長が、まあ、慶応義塾の歴史ではやり手だったというふうに言われてる方で、ほうほう、 SFC も作った、お、はいはいはい、つまり湘南藤沢キャンパスも石川塾長の代で作って、うんうん、環境情報学部と総合政策学部を作って、はい、まあ、SFC はだからそういう未来の教育みたいなものを見据えてたと思うんですけれども、まあ、慶応義塾ニューヨーク学院は北米の会社派遣の駐在員たちの家庭が当時バブルのピークの時代で非常に多かったんですね。なるほどなるほど。だからそういう日本から派遣されたまあ北米の駐在員たちの家庭では、やはり親が慶応義塾に行ったから、いや子供も自分と同じとこに通わせたい、しかし北米には慶応がないと、うんうん、いう日本人の駐在員がいたんですね、うんうん、だからその人たちの要望がかなりあって、石川塾長がまあ決断したというふうに聞いています。そしてたまたまマンハッタンビルカレッジのまあ敷地の一部を慶応が買い取るという形でこの学院を作って、北米に住んでいる日本人家庭の子どもたちというのが対象だった。ところがまあバブル弾けて、うん、で21世紀になって駐在員家庭が減ってったので、うん、今では日本から一種留学の形でニューヨーク学院に送り込む、そういう入学の仕方も認められています。そうですよね、結構多いですよね、やっぱり。そうです、子供に英語を身につけてほしいって送る方も多いですよね、どういった人が多いんですか、この入学理由とか。やはりそうですね、優秀な子が多いというのが第一印象で、うん、読売新聞の作文コンテストでね優秀賞を取ったとか、そういう子もいるし、すでにここに入る前に帰国子女なんですよ。だから小学校中学の時代にもうすでに英語圏にいたとか、うんうん、インターナショナルスクールにいたとか、うんうん、シンガポールにいたとか、うん、そういう子たちが非常に多くて。なるほど。授業っていうのはどういった流れですか。基本英語なんですか、すべて。ここは9割方英語で、だいたいアメリカ人の先生方がほとんどですから、うんうん、残りの1割は国語と日本史です。お、へえ。国語と日本史はさすがに日本語で
で行われてます。で子供たち高校生なんでまだあの車の免許持ってないんで、あ、はい、あの外に自由に出られない、うん、だからその代わりっていうのか、うん、毎月のようにイベントがあるんですね。なるほど、なるほど。音楽会だったりパフォーマンス中心にした学芸会だったりスピーチコンテストだったり、うん、様々なんですが毎月何かある。運動会もありますよね。非常に盛り上げて、特に私が面白いなと思ったのはスピーチコンテストですね、うん、やっぱり自分たちで独自のトピックを打ち立てて、それでパワーポイントも自由自在に駆使してやる、ひょっとすると未来の YouTuber になるかもしれないような才能がそこで芽生えてくるわけですよ。これも慶応ニューヨーク校 YouTuber ってやったらちょっと人気出そうですけどね。そうそう、特殊ないや割と芸達者な子が多いですよ。ダンスとかね、うん、そういうのもうまいもんですよ、うん、実際ニューヨーク学院から芸能界に入った あ、そうですね、あの子たちっていうのは割と多いですね、はい、ハリウッドのね、はい、映画監督の卵になってるのもいるわけですから。おーおーおー、今何人ぐらい在籍してるんですか。全部で今250にまで落ちちゃったんだけど、はいはい、最大でいた時は350ぐらいいた。まあ今円安ですしね。今年卒業した89人は全員留年なしで卒業し、はい、それで全員が慶応義塾大学に、はい、あの進むことができました、はい、7月に帰国した時に、はい、慶応義塾の10の学部の学部長たちにその推薦者リストを持ってもらったわけです、はい、やっぱり慶応にほとんどは入る。そうですね、やっぱりここはあくまで一貫教育校ですから、はい、一貫教育校の良さっていうのはよほどのことがなければ慶応義塾大学に入れるので、うん、そのまま持ち上がれるので、はい、そこでできた少しの精神的余裕を別のこの文化的な創造活動に使ったらどうかと、はい、なるほど、いうのが私学の魂ですね。英語できるようになってくと得ですからね、慶応入った時に。そうそうそう、めちゃくちゃ得ですから。そうそうそう、英語の授業も。英語授業ありますよ。そうそう、で英語の先生はアメリカ人、ESL みたいな感じの。そうですね、基本全寮制なんですけど通学生もいるんですよ。へえ、一握りいるんです、はい、でそのためにあのスクールバスが来るんですよ。へえ、この卒業して何学部人気あります。やっぱり経済学部、経済と、それから SFC ですね、湘南藤沢キャンパス、うん、SFC だけ本当アメリカの大学のような感じを味わいますからね。卒業後他大学に行く人はコロンビア大学に2年ぐらい前に1人入ったっていう話だから、私が見てる限りは水準としてはアイビーリーグに学年のトップクラスだったら入れるぐらいの水準だとは思います、うんうん、だけどやっぱり一貫教育校なんで、なるほど、慶応義塾大学を選んで、うん、よく父兄からね、質問もあるんですけど、うん、アメリカの大学に行ってもいいんですよねとかね、うんうん、まあ、そういうこと言われるんですけど、いやそれはもちろんですと、うん、しかし一貫教育校であるという利点を生かし、かつもし教育にそれだけ本気でエネルギーを投資するならば大学院というのを考えればいいし、学部に在籍中も慶応義塾は国際センターがある、はいはいはい、ありますね、でその国際センターで例えば交換留学のシステム、まあ1年間ですけどね、交換留学だから、だから1年間だけどもやっぱり学部で留学ができる、さらに自分の向き不向きがはっきり分かったら大学院で本気でやりたい学問をできる大学院を全米で選んでいけばいい、うん、まあ、ニューヨーク学院でスキルとして徹底的に身につくのは、まあ、おそらく英語力、ただその英語力を使って一体何をするかというのは大学に入っていろんな学問の波を浴びてみないと分かんないし、それからひょっとしたら大学院に行ってどこにどういう学者がいてどういういい指導をしてくれるか、自分のやりたい研究に何がふさわしいかっていうのが本当の意味で見えてくるのは、よほどの天才でない限り大学生活っていうのをやってみないと分かんないんじゃないだろうか、うん、だからむしろあの慶応義塾大学に行ってそれを足がかりにアメリカの大学に国内でも、まあ、慶応以外転出するとかそうすればいいんじゃないかなと思います ね、そうですね。ちょうどビリギャルって分かります。まあ分かりますよ、ビリギャルの小林さん、あの藤沢でしょ。そうです、 SFC で今コロンビア、うん、行ったんでしょ、はい、そうそうそう、ビリギャルもコロンビア行った、明後日会いに行くんですか。あ、そうですか。日本で学んできてこう慶応入る人とここで学んで慶応入る人とやっぱ、まあ、英語力は当然すごい違うと思うんですけど、うん、他にも違いみたいなのって出てくるんですかね。私はあの大学レベルで教えてきたので、やはりあの高校はまあ一生懸命受験戦争を勝ち抜いてきましたみたいな子たちが割と多かったですよね。だから逆に言うとここではニューヨーク州にありますけれども、ここのこの空間は半ば日本なわけですが、半ばアメリカであって、日本のような受験戦争
からはまあ完全に免れてということは言えますよね。その分少しメンタリティとしては余裕があるんじゃないか、うん、それその余裕っていうのは私学の一貫教育が一番理想としてる余裕なんじゃないかなという感じがしますね。そういう余裕をどうクリエイティブな方に使うのかと、いろんなイベント見てるといろんな才能が湧いて出てる、いろんなものづくりを一方ではして、でもう一方では日本の高校生と遜色ない、まあ、学力を使うと、受験戦争に使う労力と時間を別のことに当てられるわけですね、うん、別のことに当てられる。ワンピースのね歌歌ってるグループがいたりとか、いろいろな活躍してる、ね、方がいますから ね朝の連続テレビ小説に出てる俳優もいたりとか、はいはい、どういった人にこう来てほしいみたいなのってあったりするんですか。9月からね、トランスパシフィックスタディーズという形で始めようと思ってるんです、うん、毎月イェールとかハーバードとか、うん、あのコーネルとかコロンビアとか、まあ、そういうところから学者とか、まあ、作家とかを呼んで講演してもらう、日米慶応っていうね、うん、そういう合言葉でニューヨーク学院が煮詰めようとしてるトライカルチャーのコンセプトがあって、うん、日米慶応ってちょっと、カテゴリーが変わってるので、うん、びっくりする人もいるし、ね、笑っちゃう人もいるのかもしれない。日米は国だけど慶応は大学だろうってこうあの突っ込まれるかもしれないんですけど、なんで慶応って入れてるかっていうと、福沢諭吉なんですよ。やっぱり福沢諭吉が1860年と1867年にアメリカに行ったと、ウェブスターの辞書を買って、はい、それでトマス・ジェファソン の独立宣言を本邦を所約した、うん、今の我々は辞書も恵まれてるでしょ。英作文するんだって後でいくらでも検索ができるわけじゃないですか、サンプルを。だけどそんなものが全然目前にない時代に福沢は手探りでやったわけですよね、うん、アメリカ流の近代的民主主義を日本に植え付けなきゃなんないという時に、や彼は、ね、あのウェブスターの辞典だけじゃなくて漢和辞典も懸命に引いたんですね。おお、そうだね、ウェブスター確かありましたもんね。日本語空間植え付けようとして、それはやっぱりね、日米って言うと日本語があって英語があるという感じがしますけど、実際は交差してるんだと、はい、別にこれね翻訳論をやろうっていうんじゃないんですよ。日本の文化とアメリカの文化が交差したところに何か第三項が生まれるんですよ。それは日本でもアメリカでもどちらでもないものが、福沢の仕事はそういうものだったと思うんです、うん、だからそれでトランスパシフィックスタディスっていうのは今非常に大事じゃないか。それからトランスナショナルですよね。それからあの学問領域がいろんな形で文学だけじゃなくて、あの政治とか、まあ、法律とか経済とか、そういうふうにどん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 横断していくっていうのも福沢はやってたから、それは、まあ、トランスディシプリナリーですよ、ね、だからそう考えていくと、まあ、今ニューヨーク学院でありうべき理想的な生徒がいるとすれば、そういうあの日米両方の文化に通行していて、かつそれが交わるところに何かクリエイティビティを見出せる、うん、まあ、そういう生徒がいると、まあ、私としては嬉しい。ありがとうございます。はい、今回はそういった形で辰巳学院長にお話をお聞きしました。ありがとうございました、はい、どうもこちらこそ。はい、ガチですよ。一切作ってないどのような動画、慶応ニューヨークに来たってやつ、新入生、直接会えると、そう、はい、新入生の、こんにちは、お疲れ様ですって挨拶なの、ここは。そうなんです、学院の卒業生じゃないけど慶応の、そうそう、慶応です。で目立ちたがり屋だった目立ちたがり屋だった。校舎、このフロアだと12年生の教室があります。おー、はいはい、で上に行くほど、11年生、10年生、はい、あ、なるほど、日本とは違ってそっちのグレードでやらないとずれちゃうんですもんね独立のやっぱり慶応ですから花鳥風月、ちゃんとここでも12年生と書かれてますもんね。あー、こんな感じなんですね。へー、面白い。ありがとうございます。慶応ニューヨーク校でご飯食うって。学院長。プライムリブみたいな。Okay, he's coming. Do you like a plate or a bowl of corn? Bowl. Yes. Can I get this one? Yeah, okay. 何食べるの？What's that? Like this is like a corn. Okay. Is that a hamburger hot dog? Yeah, sure.Would you like a bun? Mm-hmm. Ketchup to the side. All right.
よ。あ、そこにサラダが。ニューヨーク来てまだ一回も野菜ちゃんと食べてないです。一回も食べてない。ライスクッカーありますね。ありますね。リスニングができない。トークで何もできない。来ました。すごい。火災訓練でね。はい。みんな叩き起こされて、ここに集まるんです。あ、そうなんですね。待って待って。もう分かった。おい、だからその状況か。おはようございます。